はい、行きましょう。統治協調省略の公文の要点の整理ですね。平文解釈の大事なところをここでまとめていきましょう。まず一つ目、統治公文ですね。統治公文は基本的には後ろが疑問的な語順になるんですね。疑問文的な語順になると、どういうことかっていうと、これ見てください。 Great was his surprise。これはもともとあった文章は His surprise was great ですね。彼の驚きはすごかったんだと。でそれを統治することでね、意味を強めることができるんですね。Great was his surprise。 すごかったん彼の驚きはと。でここが疑問文的な語順になっているのがポイントなんですね。で次その下、 This we call art。 これはもともとある文章は We call this art なんですね。で私たちはこれをアートと呼ぶんだ、芸術と呼ぶんだと。でこれ this を前にすると this we call art やねんけど、ここは疑問文的な語順になってないんですね。これなんやっていうと、目的語の時、目的語を前に出す時はこれは疑問文的な語順じゃなくてそのままの語順になるっていうのがあるんですね。統治ちょっとややこしいわって思う人の多くはここがややこしいですよね。普通は大抵疑問文的な語順になるんやけども、目的語が前に出た時はそこは疑問文的な語順じゃなくて元々の主語同士の並び順で OK なんだと。ここがねややこしく感じるところの一つやと思います。その次見ときましょう。 Only recently have we noticed it。 これは元々あった文章はこれですね。 We have noticed it only recently。 私たちはそれに気づいたんだよ、本当に ごく最近にねっていうことですね。でこの Only recently を前に持ってきたら Only recentlyHave we noticed it っていうふうに、やっぱりこれ疑問文的な語順になってるんですね。ここもやはり疑問文的な語順になってるよと。なんで分けて書いてるかっていうと、その疑問文の作り方が、ここが we have noticed っていうふうに現在完了で、have っていう助動詞があるから、そういう時は助動詞の疑問文の形になるよっていうのを強調するためなんですね。ここでもね、結局原則は変わらないです。only recently を前に出すことで、後ろが疑問文の語順になってる。それがたまたまここでは助動詞なんだよっていう、それを、確認しておいてください。次3つ目、これは慣用的統治公文、決まり文句っていうことですね。 I won't go neither will I。 これ私も行きませんっていう時に、これ neither will I とか neither do I とか neither am I、 私も違いますって言った時はそういう風に言うんですね。 Tom も違うよって言いたかったら nor did Tom とか、そういう風に言う時もあります。でこれは否定やったけど、私もそうだよって言いたいときは So am I とか So do I っていうのもあったんですね。この辺は決まり文句なんでね、いろいろ問題重ねてね、身につけていったらいいと思います。その次2つ目、強調ですね。強調、これ Do とか Very で強調をすることができるんですね。 Do come to see me。 この Do はこの Come を強調してるんですね。ほんまに来てよ、私に会いにっていうことなんですね。もしくは He is a very man I want to see。 彼こそまさにその人なんだと。どんな人かっていうと I want to see、 私が会いたかったっていう感じですね。こういうふうに do とか very でこう強調する、動詞とか名詞を強調することができるんだよっていうのがあったんですね。なんじゃこの do come って思うんじゃなくて、あ、do come っていうことはこれは come を強調してるんだなっていうふうに、覚えたいと思います。 He is a very man の方がなんとなくわかりますよね。とても人だっていうことはまさにその人だっていうふうに訳すんですね。次、この What on Earth とか In the World っていうのは、これも有名な決まり文句としての強調ですね。一体全体ってことです。これは一体何なんだ、一体全体何なんだってことです。What on Earth、 もうこれ決まり文句で覚えたいです。What on Earth、 一体全体っていう感じですね。次も一緒です。He had nothing in the world to do。 普通これなくてもいいですよね。 He had nothing to do、 彼はすることがなかったと。それに in the world がつくことで強調なんですね。まあ、ここでは一体ってやると変やから、全くとか全然とかそういう風になるんですね。とにかくこの on earth とか in the world っていうのは強調することができるよと。だから He had nothing in the world to do で、ほんまにすることがなかったっていう風に、訳してあげればいいと思います。次、三つ目の強調公文。これは、強調したい言葉を、it is と that で挟んであげたらいいよっていうことなんですね。でここにある例文は、it is in 大阪、not in 東京、that I was born。なんとなくわかりますよね。それは大阪なんだ、東京じゃねえよ、私が生まれたのはっていうことです。で、これ元々ある文章はこれなんですね。I was born in 大阪、not in 東京と。で、この元にある文章、何を強調したいかで挟む文が変わるんですね。例えば、私やねんと。大阪で、東京じゃなくて大阪で生まれたのは私なんだ、私を強調したかったら It is I that
was born in 大阪 not in 東京っていう風にやるんですね。強調したいものを it is that で挟んであげると。でここではこっちを強調したいから it is in 大阪 not in 東京 that I was born っていう風になってるんですね。これ元の文章を考えるとすごい簡単なんです。元の文章を考えて強調したいものを it is that で挟んであげてる、そういう風に思ったらいいですね。次、これは風がある時の it is that での強調の仕方ですね。これ元の文章はこれです。 Who chopped down this cherry tree? そのままの文章ですね。誰がチョップダウンしたんだこのチェリートリーをよ、っていうことですね。でこれで Who を強調したかったらこういう形になる。これももう決まり目的に覚えたらいいと思います。 Who is it that chopped down this cherry tree? ここで、Who が強調されてるんですね。誰だっていうことですね。これももうね、決まり文句として覚えておけばいいと思います。次、三つ目は省略ですね。I used to study hard when I was young. 私はよく勉強したものだ、一生懸命。若い頃にはと。で、この young っていうのがね、もう I was っていうのがもう分かりきってるから、もう省略しても分かるでしょと。I used to study hard when young. 私若い時一生懸命勉強したもんだわ、と。っていうことですね。次も一緒です。I took a bus and then I went to bed. どんだけあいあい言うねんと。もう私分かったわいと。その時はもう省略していいよと。私風呂入るんだよ。そしてそれから寝るんだよと。ね。次三つ目。これはもう決まり文句的に覚えたいと思います。No wonder that he was late. No wonder that で、ほにゃほにゃは少しも不思議でないという意味ですね。彼が遅れるのは少しも不思議でないということです。ね、もともとは It is no wonder that やったけど、まあ、これ省略しても、これが決まり文句的に使われることがあるよと。っていう風にしとけばいいと思います。下も一緒ですね。もう What if で覚えとったらいいと思います。What if でほにゃほにゃしたらどうなるだろうねっていう感じですね。He should die. 彼が死んだら What if どうなるだろうねっていうことです。もともとは What would happen if he should die やけど、もう What if でほにゃほにゃしたらどうなるだろう。っていう意味になるんですね。ちなみにこの what if は、ほにゃほにゃしたらどうっていうふうに提案を表すときもあるんでね、それは文脈で判断したらいいと思います。はい、ということでね、ここでは、統治、強調、省略について勉強していきます。ね。で、ここは結構嫌いな人が多いんですね。というのも、なんかこう決まりきったね、あのパターンっていうのがなかなか見つけにくいから。だからこういう問題こそね、いろんな練習問題に取り組んで、それで少しずつね、体に染み込ませていけばいいと思います。ということで、ね、下に練習問題たくさんあるんで、ここから一緒にトレーニングしていきましょう。